1931年の国際極技飛行大会のフィーゼラー1フィーゼラーの極技飛行、ゲルハルト・フィーゼラーはドイツのパイロット、航空機設計者でフィーゼラー飛行機の創立者である。で、グレッシュで印刷業者の息子に生まれた。1915年ドイツ陸軍航空隊に加わり、訓練中に事故を起こすが、翌年観測機のパイロットとして配属された。 1917年に戦闘機パイロットとなり、マケドニア戦線でローランド D2 などで戦い、19機を撃墜したとされ、東部戦線において生き残ったパイロットとしては最も多い撃墜数のパイロットとされ、黄金十字軍交渉など多くの勲章を受訓した。第一次世界大戦後は印刷業に戻るが、1926年に印刷業を止め、 カッセルのラープ・カッツェンシュタイン飛行機会社の飛行教官となり、自らの飛行技術を磨き、極技飛行パイロットとなった。1927年に急上昇して、頂点で反転するアクロバットなどを行い多くの収入を得た。1928年に自ら、極技機、フィーゼラー F1 を設計し、ラープ・カッツェンシュタインで製作し、1920年代の終わりには、 ラープカッツェンシュタイン RK-26 を設計し、これはスウェーデンの航空会社オスヤに売却され、25機がスウェーデン空軍で使用された。1930年にラープカッツェンシュタイン飛行機会社が破産すると、アクロバット飛行で蓄えた資金で工場を購入し、フィーゼラー飛行機を設立した。百三十二年から自らの設計のスポーツ機の製造を、 はじめ1934年には自らパリの極技飛行大会で優勝して得た賞金を運営資金に次ぎ込んだ。ナチスのメンバーであったので、1935年にドイツ空軍のために軍用機のライセンス生産をはじめ、1936年に短距離離着陸機フィーゼラー百1 5 8が採用されることによって会社は発展した。 第二次世界大戦後は工場を一部を再開し、自動車部品を数年製造した。事元にマイネバーン AM ヒンメルがある。ありがとうございます。